詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、声がだいぶ枯れてますちょっとここら辺を今日のテーマにしたいとは思っているんですけれども、背景を話しておくとですね、昨日ですね、この詩吟チャンネルをもっと、オフラインの活動として広げていこうというところでですね、老人ホーム的なところの施設にて、この詩吟を楽しく気軽にまあ楽しめる体験講座というものをまあ開く、その事前打ち合わせを行いました。来月にまあ実際に講座を開いてみるところなんですけれども、それでようやく本筋が見えてきたっていう感じなんですね。なのでいよいよ僕も細かいプログラムを作らないといけないなというところになりまして、多分多くてですね、その1時間ぐらいで僕は6回ぐらい吟じないといけないんですよ俳句とか和歌とか、で漢詩もとかですね、律詩もかなとかいろいろ入れようとは思っているんですけれども、いよいよ迫ってくるんでですね、これは今のうちからちゃんとそれだけ吟じ切れるぐらいの体力を養わないといけないなというところがあって、ちょっと今日からですね、この、1日6吟ぐらいですか。なんとか慣れるようにしようと思って練習していた結果、今すでにもう声が枯れてきているという、そういう話になります。なので、今日の本題はですね、腹筋が必要なのは腹式呼吸ではなく、〇〇の時というテーマにしています。そして、その〇〇っていうのはですね、腹式呼吸の発声を続けるためには腹筋が必要という、そういう、継続性のために腹筋が必要だという、そういうテーマでお話ししていきます。切実ですね。ちょっともう声枯れてるんであまりたくさん喋れないんですけれども、腹式呼吸で発声するためにはですね、僕はあまりその腹筋、筋トレで使うような、この腹筋みたいなものは特に必要ないと思っています。それよりも、遠くにおーいと声を出してですね、その時に使われる丹田の絞り具合、その絞り具合を、感覚を得て、で、そのように筋肉を使う方向でですね、詩吟を頑張ってもらえればいいかなと思っています。ただですね、このやり方が、通用するのは、吟じるのが、2、3回とかですかね、それぐらいの回数であれば、そこばっかり意識して、この使われ方に意識してやればいいんですけれども、今回の自分みたいにですね、もう短時間に、5回6回とかですね、それだけ吟じようと思うとさすがにそうも言ってられないなというところにようやく気づきました今まで詩吟の稽古って言ってもですね、そんな怒涛のように吟じることはなかなかないんですけども、今日はどれぐらいかな、2、30分のうちに6回ぐらい吟じたかな、いやもっと短いかな、20分ぐらいのうちに吟じましたね。漢詩を2つやって、俳句を1つやって、律詩をやって、漢詩を2つやったのか、あれ、1、2、3、4、5、6、そうですね。で、さすがにここまで連チャンでやったことはさすがになかったんでダメだったんですけれども、本当にこういう時に腹筋は必要だなと、しみじみ感じました。で、この絞るためにですね、丹田を絞るために、やはり丹田を絞り続けるためにそこを支えるものとして腹筋が必要になってくるんですね。絞ろうとした時に腹筋を全く使っていないかというとそうではないんです。ただ吟を 1、2 回やるとかそれぐらいであれば、普段持っている筋肉でなんとかなりそうなんですけれども、それをギューッと絞り続ける状態になってくるとですね、そこの軽く使っていた腹筋がですね、だんだんプルプルしてくると。でも、支えるのが辛いという風になってきて、だんだんこの丹田の絞りが弱くなっていって、喉声になってきて声が枯れていくという、そういう形です。で、そうですね、丹田が怪しくなってくると、呼吸の吸い方、そして溜め方、で、ブレーキのかけ方、すべてのところにですね、
まあ、鍛錬を経て、ガタガタになっていくという形です。なので、今更ながらですね、本当に今更ながらなんですけれども、僕はこの発声を、腹式呼吸の発声を継続できるために、まあ、軽くなんですけれど、今日からかな、今日から腹筋を、ちょっと始めようかなと思ってます。ただ、まあ、あれですね、足を押さえてもらってやるっていうのも、まあ、王道ですけれど、あれはどうだっけな、なんか、あまり体に所々良くないっていうような素人考えを聞いたことがあるんで、どちらかというと、布団に寝っ転がりながら、足を上げたり、足を上げた状態で、なんか自転車を漕ぐようなサイクルをしたりとかですね、そんな感じで、腰に痛めないような形で、やろうかなと思っています。うん。そうですね。ただ、腹筋ばっかりやってると、きっとそれもバランスが悪くなってくるんで、まあ、ほどほどに腹筋をやった後は、今度は背筋をやってみたりして、その筋肉の偏りがなくなり、まあ、そもそもちゃんと筋肉つけろよっていう話なんですけど、そういうバランスで、これから、今までサボっていたんですけれども、やろうかなと思っております。ということで、もう月曜日早々に、もう声が疲れたんですけど、さすがにちょっと短期集中でやりすぎましたかね。まあ1ヶ月ぐらいコツコツやっていたら喉の体力も良くなってくると信じております。では後半に行く前にさらっと宣伝ですね。このいつもちょくちょく話しているんですけど、去年の4月に、僕が執筆した詩吟の教科書初心者編というものがあります。詩吟を習い始めたという人から詩吟やっていて、まあ、5年10年ぐらいの方までですね、にとても役に立つような内容になっております。まあ、YouTube で発信している内容ですね、もっと順序立てて読みやすくかつ中身を充填させたような結構ボリュームのあるものになっているので、学びたい方はぜひぜひ、Amazon で詩吟の教科書で検索したら、まあ、トップに出てくると思います。この猫ちゃんのマークがあるんでですね、で奥さんにデザインをしてもらったという本になっております。であとオーディオブックで聞きたい方は、Amazon Audible に登録してそれで詩吟の教科書で検索したら、私の声で聞くことができますので、 Amazon Audible で聞くとか、電子書籍を購入していただくとかで、見てみてください。で YouTube の概要欄ですね、多分タイトルあたりをクリックしたら概要欄がバーッと開いていくんで、そこにいろんなリンク先を貼ってあります。でそちらから飛んでいっていただければすぐにページに行けることと思います。ちょっといや一気に無理やるのは あれですね。では後半一つ吟じたいと思います。今日吟じるのはですね、西郷南秋作一斉の陣になります。西郷隆盛ですね。では詩文から。文を学びて主なければ知人に等し、天心を忍徳して四季振るう、百波紛雲乱れて糸のごとし、先週動かず一斉の陣。ではどういった内容かですね。書物をどんなに学んでも自己の考えを持たねば愚か者と変わりない。天意を理解してこそ式も大いに振る。古来学問には百科あって、まるで糸が乱れているようであるが、幾千年を経ようとも変わらぬ真理というものは陣という一声で言い尽くせるのであるというものです。では、多分ひどいクオリティになるかと思うんですけれども、まあ、頑張って吟じたいと思います。一斉の陣、西郷南秋。文を学びて知なければ天心を忍徳して四季振る、乱れて糸の
動かず、一世の沈いかがでしたでしょうか。自分でも思った以上になんか詩吟の時だけそこそこ声が出るなと思っています。ただまあ、荒い細かいとかはもう全然ダメですね。もう疲れました。朝から7回吟じるもんじゃないですね。でもそう、本番に向けて体力を鍛えないとなというところです。で、そう、ちなみにこれ吟じた後に言うのもなんなんですけど、そう、今日この西郷隆盛のを吟じたのはですね、最近ちょっとスマホアプリの漫画で LINE 漫画で僕よく漫画読んでるんですけど、そう、一撃っていう、ひらがなで一撃っていう漫画を読んでいてですね、それが西郷隆盛が間接的に出てくるやつなんですよね。農民とかが主人公で、どちらかというと薩摩の浪人とか志士とかに対して対抗するような話なんですけれど、薩摩兵士って、薩摩の志士ってこういう結構悪いこともあってたんだ、でそういうのを指導していたところに、西郷隆盛もいたのかとかですね、そんな風にちょっと、驚きを感じていたので、なんかそれが目についたという形ですね。本当に人間というものは全てが、全てのどこからどう見ても、なんか立派な人というよりはですね、多分いろんな面を持ち合わせているんだろうなというのを改めて思いました。別にだから、この人がどうとかそういうつもりは全くないんですけれども、少なくとも一面的なもので、ものは見てはいけないなというふうに思いました。では、今日はこんな感じですね。明日も通常、いや、待てよ、明日は外出なので、出張があるので、もし記録があればですね、出張が早く終われば収録して通常配信したいと思います。で、コメントやリクエスト、ご相談などいただけたらとっても嬉しいです。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。